こんばんは、8月22日午後7時になりました、第304回ですか、しゃべくり松野の時間になりました、今日の松野なんですけども、最高予想気温が30度ぐらいでしたかね。だけどもね、さっきちょっと温度計見たらちょっと涼しくて26、7度だったんですかね。今日は一日涼しい日でした。ということで、今日の今ですね、帰って夕刊持ってきたんですけども、これはあのリオのねオリンピック、4年後に続く余韻、栄光と涙の17日間とね、いうことでリオ大会閉幕ということで大きく載っております。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、幕末に人材を育てた松代三山を発刊ですね、上司された皆さん、住民自治協議会の、教育文化支援会委員長の森さんとですね、佐久間さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。素晴らしい本ね、発行されまして、取れない、あ、取れました、はい。ですね、この本発行されたんですけども、教育文化支援会っていうのはどんな目的でこうある組織なんですか？松代の住民自治協議会の一部門であります。はい。で中で、松代の教育と文化に関してですね、研究したり発展をする研究、そういうものをですね担当しているのが教育文化支援委員会です。ですから、大町は伝統的な城下町ですから、長く蓄積された文化とか、それから人物とか、それから周囲の山には豊かな自然があります。大村崎なども生息しておりますので ね、 そういうものをですねやはり再確認して評価していこうという、そういう活動をしている委員会ですね。素晴らしい、ね、委員会ですね。ということで、この先ほどね申し上げましたけれども、この本を、発行された、このどうして発行されたんですか？これはもうあの明治以来150年ですか、ずいぶん経ちまして、あの幕末から明治にかけて活躍した松代出身の方々、特にあのその中で3人が有名で、神原藤山、山寺定山、佐久間藤山という3人は、松代では松代三山と呼ばれてね、幕末から明治にかけて、全国的に有名だった方ですから、あの下に山がついてるから三山ってことですね。そうですね、まだ他にもたくさんいらっしゃるわけですが、その人たちにですね、の活躍を今再確認をして、地元の私たちにですね、力を与えていただこうと、そんなことで始めました。その我々ね、私も勉強不足でよく分からないんですが、佐久間象山はね皆さんよくご存知なんですけども、神原藤山、山寺象山ってあまりあの知ってない方がいらっしゃると思うんですけども、どんなような方だったんですか？まず一番は、ね、あの年上ですが40歳ぐらい離れていますがね、神原藤山先生ですね、はい。この方はあのやっぱり松代出身の秀才で、東京で佐藤一斉先生の門下に入って、高く評価された方ですね。それで、あと山寺定山、それから佐久間象山と、この2人は神原藤山先生のお弟子数にあたりますね。生徒ですか。それで2人とも親友でね、一生付き合った関係のある人ですね。そうですか。そのような方を一冊の本にしようということだったんですね。あのやはり今の私たちあまりあの親たちの世代から遠ざかってまして、その活躍した様子がですね、名前は聞くけれども何をしたのかというところまではなかなか、知らないでいるものですから、それをこの検証費で、確認をしましょうということですね。はい、わかりました。佐久間さん、この本の構成っていうのはどんな風になってるんですか？はい、あのこの本の構成はですね、大きく分けて2つに分かれておりまして、前半の方にはこのいわゆる三山の功績の碑面の文が載っております。それから後半の方は
その当時の幕末 の、 歴史的なことを年表にした年表が付属しております。素晴らしい年表ついてますね、はい、でその、前半の三々のことでございますが、あと松代地区とそれから長野市の城山公園にこの三々のいわゆる検証した検証碑ですね、それが残っておりまして、その碑面をの漢文を、まあ、解読して皆様にそれを読んでいただきたいというのが、まあ、先ほどことから申し上げたということなんですけれども、この碑面ですね、ご本をいただきお読みいただくか分かりますが、まず碑面の写真がございます。あ、これですね、はい、それからその次にですね、それを漢文にしているのがその次のページにありまして、あ、これですね、はい、それからその碑文の内容を、はい、優しく書いたのが、うん、部分がございます。碑文の内容となっております。あ、それからもう少しそこまででも大体何が書いてあるかってことがご理解いただけるはずなんですが、もう少し詳しく読みたい方のために碑文をですね、いろんな段落ごとに分割いたしまして、はい、漢文、それから漢文の訓読文ですね、それから通釈、それから語釈というふうに4つに分けまして記載してございます、はい、でまた最後に最後の方に関連連表を載っておりますから、はい、それもお読みいただけたらというふうに思います。いや、この一冊の中にね、素晴らしくね、凝縮されてますよね。もう素晴らしいね、内容が。はい、ありがとうございます。それで、この森さん、この最初からですね、最初からこう本になったわけじゃないんで、ゲラルズリとかいろいろこうご苦労されたと思うんですけども、それ今お持ちいただいてるんですよね。そうですね。最初のところから。私もこういうことをしたのは初めてですから、はい、第1項から第4項まで、随分いろいろと考え、それが第1項ですかね。第1項や第3項ぐらいになりますかね。こういう小さなものから始まりまして、はい、それでこれが、それからその次、あ、これは年譜ですね、はい、こういうふうな年譜を作りました。年譜、先ほど佐久間さん紹介していただいた年譜の元ですね。そうですね、中田先生苦労していただきましたが、それが一冊に入ってますね。そうですね、これを苦労してまた一冊の中に入れてます。あ、なるほどね。ちょうど3人 の、 活躍した年代がバラバラなもんですから、それがよく分かるような形を考えました。分かりました、ところでね、この素晴らしい本なんですけども、佐藤さん、こう大変ご苦労されたと思うんですけども、一番ご苦労されたところどんなところですか？そうですね、まあ、終わってしまえば全部、忘れてしまうことなんですが、現在ですね、はい、使われている文字は皆常用時代の文字でありまして、はい、この碑文は漢文ですので、いわゆる本時代、旧時代と言われている本時代の字が結構使われているわけです、そして今それを全部印刷しようと思いますと、そういう時代を新しく、まあ、印刷会社の方で、作らなければなりませんので、そのための時間とか経費が非常に大きくかかることが分かりまして、うん、そこでパソコンに、格納されている漢字をできるだけ利用することにいたしまして、うん、パソコンに格納されている漢字の時代がある場合は、それを、まあ、碑文の漢字に近い場合はそれを利用するというようなことでもってやりまして、まあ、そのような整合性といいますか、それにちょっと苦労した覚えがございます。 あとこのね、本に読ませていただいた、まあ中身的にね、難しくてよくはなかったんですけども、ご苦労の中にね、その句読点の問題もなんか書いてありましたね。あ、はい、句読点とそうですね、できるだけね、お分かり、ご理解いただきたいと思いまして、漢文本文にもですね、句読点を入れました、うん、そしてそれをですね、次のそのいわゆる読み下し文、訓読文っていうのがありますが、はい、その訓読文の句読点と漢文本文の句読点をできるだけ合わせるようにいたしまして、両方こう見ながらお読みいただければご理解が深まるんじゃないかというふうに考えました。あ、それをこの本なんですけども、
何年も前から計画はされたんですか、はい、突然に作ったわけじゃないですよね。何でももう2年も3年も前から計画されて、この検証費ですかね、はい、もう写真撮ってだいぶご苦労されたみたいなんだけども、2年も3年も前から計画されたんですか、はい、そのきっかけになりましたのは、ね、あの松代の天王山という東寺にある、はい、お山でございますが、そこに神原登山の顕彰碑がある、はい、あるわけです、はい、息子さんたちが建てたんですが、そのなんか内容をあの知りたいというようなお話がちょっとありまして、それをあの読み出したのが最初でございまして、そのお話がだんだん広がって、あの三山全員の碑文を全部読んだらどうかというふうにつながりました。だいぶこれ古いもんで読むにも大変だったんじゃないですか。はい、もう碑文はですね、風化しましてほとんど読めない状態です。まあお話によりますと150年ぐらい経つともうみんな風化してしまうということらしいんですが、それいろいろ調べましたらば、神原登山の碑文はその石碑を建てる前に拓本を取りました、はい、それがあのあと殿町の赤沢家に残ってました。あ、それから山寺定山と佐久間定山の石碑ですね、はい、これにつきましてはあのやはり同じように、拓本もがですね、うん、真田宝物館に残っておりまして、ああそれをあの利用させていただきました。なるほど。それではあの検証碑を読んだんじゃなくて拓本で判断されたんですね。ですがあのできるだけね、間違いがないようにということで、あの石碑自身にも、あの行きまして、はい、読める字はあの全部確認をいたしております。はい、先ほどのね旧時代とかそのいろんなことが書いてあるんで読むにも本当に大変だったじゃないですかね。そうですね、大変でした。はい、それで今ね、苦労話をお聞きしたんですけども逆に楽しかったことはねえですよね。まあご苦労金で、ね、楽しかったってことは、なかなか、ね、ないんですが、ないですね、はい、個人的なことを申し上げてね、はいはい、あの私自身も大変勉強になって、あ、なるほど、それは非常に ありがたかったと思っております。そうですよね、そうですか、はい、ありがとうございます。それでこれはね、この素晴らしい本なんですけども、どのように読んでいただきたいと思ってますか、これをお作りになった皆さんとすれば。はい、ですね、あの先ほど申し上げたように、あの半分って言いますか、後半ですね、本の後半は年譜、関連年表が、はい、あのこれは同じあのなあのこの本を、編纂しましたあの仲間の、中澤さんがですね、はいはい、ご苦労して関連年表を作っていただきましたが、この関連年表もそれだけでもですね、あのお読みいただくと幕末の歴史が非常に分かるようになっております。あ、そうですか。まあ、そういう中であの、はい、いわゆるあの神原登山はちょっとあの幕末よりちょっと前の人ですけれども、ね、はい、山寺定山、佐久間定山がどのように当時 の混乱した日本 の社会の中で、うん、活躍したのかということがあのよくお分かりいただけるんじゃないかと思います。はい、はい、というようなことでね、森さん、これ内容的に素晴らしいんですけども、これ全国配布されたんですよね。全国配布されて、うん、あとどっかに配られたんですか。やはり松代自身の偉人の、を評価した石碑ですからね、松代全部の人と、それから、はい、あの長野市中の方にも知っていただこうと、はい、長野市中配ったわけじゃないそこまでのお金が残念ながらなかったもんですから、はい、あの長野市中と学校関係ですね、中学校以上の学校関係、中学校、高等学校、大学という、はい、各図書館には全部お願いをして配ってありますので、お読みいただきたいと思います。それぞれはもうだいぶ部数も相当な部数だったじゃないですか。そうですね、まあ、あの出資者の方々のご厚意で、作ることができました。本当に感謝しています。はい、この財源、さっきね、お話しいただいたんですけども、まかないた、なんとか、なんとか、カツカツ、あんまりそこにあまり、はい、わかりました、ありがとうございます。
時間もねなくなってきてしまったんですけども、最後にですねこの本の価値っていうのはどこに、まあね、こんなことをお聞きしてね、ご自分で、ね、言いづらいと思うんですけども、価値というのは どんなふうにお考えですか。私どもの考えておりますのはね、もう碑文も読み難くなってますし、はい、その拓本も全て揃っていることはなくなりそうなので、はい、この碑文を正確に文字に起こしましてね、はい、後世に読み継がれるように考えた点が一番価値があるんじゃないかと思います。そうですか、はい、まあ、その上にあの谷口先生という専門家の構成をしていただきまして正確を期してあります。はい、わかりました。佐久間さん、ちょっと時間もないんでちょっと一言だけ最後に何かありますかね。さっき何か関連して、はい、あ、いいですか。はい、わかりました。それでは時間もね、だいぶ過ぎてしまったんですが、今日は本当にありがとうございました。はい、申し訳ありませんで、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、宮坂さん、あれ、なんか言われちゃったな。そうそう、今日はね、緊張しましたよ。難しい内容で、ね、いつもはね、もうお笑いで来るんですけどもね、今日はね、頭つかないけどね、たまにはね、いやいや、そう、先に言われちゃったな、ボケ防止にね。今日相当頭使いましたよ。今日の名前出てこなかったかな、なんか皮膚かと思った、頭。え、大丈夫ですね、はい、緊張してたから、はい、今ちょっとね、リラックスなんですよ。お知らせ、はい、お知らせ、はい、はい、これは夢空間の方で募集してるんですね。あの松代の四季の写真を募集してます、うん、で9月あのこれは NPO 法人の方で作るんですね。でこちら後ろの方にも尾松さん、こちらね、あの町歩きセンターの中にもいろいろとこう四季の写真ありますが、また最近これはもう尾松さん撮られたのはほとんどですけど、違う、何年くらい前、まあ、最近のやつをね、はい、やろうと思って。私もね、あの店の向かい、ちょうどね、うん、あの水上山の向かい側なんで、イノシシ出たの撮った、いや、イノシシは撮ってないけど、あの水上山のあのかなり新緑が綺麗なので、これをねやろうと。それとね、一昨日ね、たまたまね、猿いた、いやいやいや、あの虹が出ましてね、はい、これはちょっといい写真になるかなと思ってます。この年間ね、やっぱり取りためてないとなかなかですけども、またありましたらぜひお願いをしたいと思います。ということで、来週の予定は、来週の予定はあの白鳥神社の、うん、白鳥神社さん、あ、ごめんなさい、前鶴さんにあるあの真田家が建立しましたお宮なんですけどね、白鳥神社責任総代の荒川さんと、それからあの、倉田さん人力車の方もやおやりになってね、やりになってらっしゃいます。あの町の障害ビデオにも倉田さんが出てましたけれども、改めてまた出ていただいてご紹介をしたいということで、はい、今日三田さんいませんけど、来週はパーソナリティで三田さんです。はい、というわけで、それでは白鳥神社についてね、はい、来週お話したいと思いますが、はい、どうぞお楽しみに。お楽しみに、よろしくお願いします